ひろきさん、日本の刑罰についてどう思いますか。死刑制度反対だったと思いますが、性犯罪や児童虐待ニュースを見ているところが否ります。特に性犯罪や虐待での死亡事件の刑罰は執行猶予がついたり刑期が短かったりして甘いように感じます。犯人を社会復帰させないといけないと思うので落としどころが難しいですが、ぜひご意見聞きたいです。性犯罪基本治らないんですよね。例えばじゃあ、僕はヘテロで、女性が好きなんですけど、じゃあ明日から法律改正しました。男性は男性だけを愛してください。女性を好きになったら違法ですって言われて、わかりました。じゃあ僕男性とやりますっていう人って、割と少数派だと思うんですよ。で、いや、そうは言っても僕女性の方が好きだしっていうので、その法律がどうあれ自分の考え方変えられない人の方が多いと思うんですよ。で、子供たちに手を出すような性犯罪の人たちってもうそれに性欲を感じてしまうという生き物なので、そこを変えることはできないんですよね。なのでもうそのひたすら理性で我慢するとかっていうので、なんとか死ぬまで我慢し続けて死ぬっていうのが、その法律上の性犯罪をどう避けるかなんですけど、で、時代によっては別に戦国時代とか10代の女の子と普通に結婚してたんですよね。その15歳と13歳が結婚するなんてザラにあったので、なのでその単純にその性欲動向とか、そのなんか子供に対するその性癖動向って文化の問題だったりするので、その結局はその文化と法律でいかにするかの問題で、その善悪の問題ではなかったりするんですよね。で、例えば、最近だと、LGBT 的なのが増えて、別にゲイの人で、そうなんだ、ゲイなんだ、ふーんで終わりなんですけど、その昭和の時代とか、そのゲイっていうだけで、その気持ち悪いと考える人がいて、ホモーだ、ホモーさんっていう、そのゲイの人をバカにするキャラクターっていうのがテレビで普通に流されて、で、それにも違和感がなかったりしたんですよ。まあ、今でもその、ゲイバカにするとか、デブバカにするとかっていうのをやると、結構ネット上で叩かれるんですけど、でもなんかそういうの気にしない文化だったりするので、なので、話戻して、その性癖を直すことは基本できないので、そのアメリカだったりヨーロッパみたいな、その性犯罪を犯した人っていうのはもう GPS の足首にこう首輪をつけて、で、それがトレースできるようにして、何かあった場合そのトレースを辿って、お前やったろっていうのにするとか、小学校とか近づいた時にその GPS でチェックして、お前なんで近づいてんのって言って警告するっていう形で、そのやらかしちゃった人はもうトレースするぐらいしかやりようがないと思うんですよね。なので直すというのができないものもあるんだよっていう気がします。僕は高校時代に暴行や暴言を吐かれるなどのいじめをクラスのほぼ全員から受けてました。ほう。卒業してから10年経ちますが、今でも時々フラッシュバックしてきます。あの時僕はどういった対応すればよかったのでしょうか。担任は見て見ぬふりで、親は頭が高く、少なくともここは出ろと言ってまともに話を聞いてくれませんでした。転校させてくれと言っても怒鳴られておりました。録音して録画して YouTube とかに上げるとか、メディアに送るとか、要はその事件として扱う、いや警察に行くでもいいんですけど、警察が取り合ってくれないんだったら、じゃあそれをメディアにあげるとか、今だとじゃあそのネットにあげるとかっていうので、その周りの大人の人に助けてもらおうっていうのを、最初はやったと思うんですよね。学校の先生とか親とか。でも周りの大人が助けてくれませんっていう時は、じゃあそれを面白がって商売にしている人、例えばメディアって人の事件を面白がって商売にして、そこになんか広告とか CM とか載せて儲けてるわけじゃないですか。なので人が困ってる映像っていうのは彼らの飯の種なので、あなたが困ってるっていうことは、その映像を提供すると彼らは喜んで放映してくれるわけですよ。っていうので、周りの大人が助けてくれないんだったら、そういうビジネスで動いている人に助けを求めるというか、そこに協力してもらうっていうのはあったんじゃないかなと思います。でも10年経ったんだったらね、元気にしてらっしゃる。